ルパンザサードチケムリの石川五右衛門は、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の劇場版、第8作。キャッチコピーは、未熟なり、五右衛門。PG12 指定。2014年公開の、ルパンザサード次元、大助の母標の流れを組む、スピンオフシリーズ、ルパンザサードの第2作目となる劇場用作品。2017年2月4日。 新宿バルト9他29巻で公開され、2日間で観客動員数15,167人、興行収入1,950万円を記録した。前作に続き、PG-12 のレーティングが適用された。原作者のモンキーパンチが公開から2年後に死去したため、劇場版としては、モンキーパンチが上映を見届けた最後の作品となった。 剣術の腕を買われた五右衛門は、伊豆半島をネジ色にする、ヤクザ、鉄流会の用心棒として雇われる。不尊な態度をとる五右衛門に、幹部たちは、不満を抱くが、五右衛門は、鉄流会の運営する、賭博戦の中で、他の組の襲撃から組長を守り、幹部たちを黙らせる。同じ頃、ルパンと次元は、賭博戦の売上金を盗むため金庫に侵入し、 先回りしていた藤子と出会う。ルパンと藤子は、売上金を山分けすることにしたが、直後に、賭博船が爆発する。様子を探りに機関部に向かった五右衛門は、そこで斧で機関部を破壊する大男に遭遇する。五右衛門は大男を追い詰め目的を尋ね、大男は、ルパン、次元、藤子を殺しに来たと答える。隙を突かれた五右衛門は大男を逃がしてしまい、 さらに雇い主である稲庭薪雄が爆発に巻き込まれて死んでしまう。翌日、爆発現場に公安警察のゼニガタが現れ、海上保安官たちに大男の行方を尋ねる。大男の蘇生を尋ねる海上保安官に対し、ゼニガタはバミューダの亡霊だと答える。同じ頃、稲庭薪雄の葬儀に現れたゴエモンは、彼の息子、稲庭ジュニアに、 用心棒の務めを果たさなかったことをなじられ、あだを打つことを誓う。一方、ルパンたちは、伊豆山中のアジトで祝杯をあげていたが、そこを、バミューダの亡霊ホークに襲撃される。ルパンたちは逃走する者のホークに追いつかれるが、そこに、ゴエモンが現れる。ゴエモンは自らにかけられた汚名を注ぐため、ホークに戦いを挑むが、ホークは、ゴエモンのたちを受け止めて、 彼を弾き飛ばしてしまう。ホークはゴエモンを無視して、ルパンたちを殺そうとするが、そこにゼニタが駆けつけ、ルパンたちは逃げ出し、ホークは眠気には勝てないと呟いて、無抵抗のまま逮捕される。ホークに敗れて誇りを失ったゴエモンは、剣術を磨くために修行を始めるが、彼に敗れたことがトラウマとなり刀を抜けなくなっていた。一方、ゼニタは、 公安局長からホークを釈放するように圧力をかけられる。そのまま局長室を出たゼニタのもとに、ホークが脱獄したという報告が入り、ゼニタは追跡を開始する。ホークは追手のパトカーを振り切り逃走するが、出くわしたゼニタにバイクを撃たれ、外貨に転落する。しかし、ホークは無傷で立ち上がり、ルパンたちを殺しに向かう。ルパンと次元は、 ゴエモンの修行を途中まで見届けていたが、ルパンは彼の修行が関水間近なことを悟り、ゴエモンの前から姿を消し、フォークの情報を集めるため銭形に自首する。ゴエモンは修行を終えて満身創痍の状態で鉄竜会の組員たちと出くわし、稲庭ジュニアから用済みと判断され、幹部の西郷兄弟から臨地を受ける。その中で、 実力が改眼した五右衛門は、西郷兄弟をはじめとした稲庭四天皇以下、鉄竜会の組員五十人を、次々と切り捨て、ホークから手を引くことを稲庭ジュニアに認めさせる。一方、ホークの襲撃を受けたルパンと次元は、銭形の元から逃げ出し、山奥の古寺に逃げ込む。ホークは、ルパンと次元を追い詰め、止めを刺そうとするが、そこに五右衛門が到着する。 ゴエモンはホークに一気打ちを挑み、斧で左腕を切られながらも、彼の右腕を切り捨てる。ホークはゴエモンに切りかかろうとするが、ゴエモンに首を切り落とされる恐怖を感じ、勝負に敗れたことを認め、ゴエモンの前から姿を消す。ホークが去った後、ゴエモンは、今回の事件で犠牲になった人々のために祈るが、そこに、銭形が現れてルパンと次元を逮捕しようとする。ゴエモンは、 修行を見守ったアルパンと次元への義理を返すため、二人を逃がして銭形に戦いを挑む。前作、次元、大輔の墓標の公表を受けて、続編の制作が検討され、登場シーンをカットされた石川五右衛門を主役に、彼が剣豪になるまでの成長を描くことになった。監督の小池健をはじめとするスタッフは、前作、次元、大輔の墓標から続投している。 小池はルパン三世初登場時の自分の堅実に過剰な自信を抱く五右衛門の姿が印象に残っていたとして、その五右衛門が一般的に知られている悟りを開いた剣豪として成長するまでの物語を描くことを思いついたという。そのため、本作の五右衛門は高価な門付け羽織を着て斬鉄剣に豪華な装飾を施したおごった姿で登場するなど、 嫌われるくらい好奇者な感じなキャラクターとして描かれている。また、前作では登場しなかった、ゴエモンの活躍が見たいという反響があったことも、理由に挙げられている。時系列上は、TB 第一シリーズ第5話、13代ゴエモン登場。直後の、ルパン三世とゴエモンが、信頼関係を築いていない頃で、時代設定は、1960年代後半の、下田市のあたり、 前作から1ヶ月後の日本となっている。企画当初は、試し切りというタイトルで制作されていた。当初のストーリーは、五右衛門と惹かれ合っていたくの市の南条七をホークに、殺され、復讐を誓う、という内容だったが、ストーリーの軸が2つになるという理由で没になっている。脚本の高橋優成は、TV 第4シリーズで五右衛門のセリフが一切ない、回があり、 溜め込むものがあったとして、今までで一番喋る一番声もモ,モデルシーンが多い作品を作りましたとコメントしている。また、前作でエッジの効いた表現ができることが分かったとして、今回は R18 指定を目指したとコメントしているが、最終的には前作と同様に PG12 指定となった。終盤の50人切りのシーンは、滝口定一が担当し、 二万五千枚から三万枚の原画が使用された。脚本の段階では百人切りの予定だったが、最終的に五十人切りに決定した。小池は一作品で、五右衛門役が切った人数は、過去のルッパンの中で一番だと思いますとコメントしている。キネは順法2018年3月下旬映画業界決算特別号、P60 全国29巻で、 公開2日間の興行収入が1950万円。突破、ルパンザサードチケムリの石川五右衛門、上映劇場拡大決定。シネマライフ、2017年2月12日閲覧。モンキーパンチさん、ルパン三世の生みの親が、肺炎のため死去81歳。マンタンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル。 2019万417ドック00メートル二億 CHTML2019 年4月17日閲覧モンキーパンチさん死去81歳ルパン三世シリーズ原作者に3年前から体調を崩すからスパニッキーアネックス2019年4月17日 ABCDEF 迫力カーチェイスに50人切リアクション血煙が生える ルパンザサードチケムリの石川五右衛門小池健監督インタビューオタポル2017年2月2日閲覧 ABCDE ルパン賛成最新作チケムリの石川五右衛門物語を生み出した一枚のメモと幻のラストカット小池健監督を直撃マイナビニュース2017年2月5日閲覧 ルパンザサードチケムリの石川五右衛門設定資料集、トムスエンタテイメント、2017年、33ページ。ルパンザサードチケムリの石川五右衛門設定資料集、トムスエンタテイメント、2017年、38ページ。ABC、ルパン新作は若き日の五右衛門が主役。来年2月公開。シネマトゥデー。2017年1月28日閲覧。 ルパンザサード若か,かりしゴエモンは、こんなキャラクター。シネマトゥデー。2017年1月28日閲覧。ルパンザサード新作のリアリティ。石井勝人が語る、血煙の石川ゴエモンの魅力。映画 .com。2017年2月2日閲覧。ルパンザサード血煙の石川ゴエモン設定資料集。トムスエンタテインメント。2017年。10ページ。AB。 チケムリの石川五右衛門17年2月4日公開。五右衛門が過去最高に喋り、切る。映画ドットコム。2017年1月28日閲覧。チケムリの石川五右衛門原画集発売。ルパンザサードチケムリの石川五右衛門。2019年2月17日閲覧。ありがとうございます。